上り方向の情報です。都心環状線一ノ橋ジャンクションを先頭に芝浦ジャンクションまで2キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き木更津方面へ走行中の方にお知らせします。工事のためこの先の奈良市インター付近6キロポストで第一走行車線が規制されています。ハイウェイラジオ県営道路市川よりお伝えしました。